はい、フォールアウト76デイリーやっていきたいと思います。本日11月22日ですね。よろしくお願いします。無料解体キットいただいて始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、自宅から再開です。そんな感じで確認していきましょう。はい、肉がメインの料理を作る5、インベーダーフロンビヨンド完了する1、 NPC ベンダーにミュータントハウンドのチョップを売る、スコーチを倒す10、ヌガコーラクランベリーを飲む2、ミュータントハウンドを倒す木材を含むジャンク解体するということですね。まあそんな感じでやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ヌガコーラクランベリーを飲む2達成です。はい、インベーダーフロンビヨンド完了する達成です。はい、肉がメインの料理を作る5、達成です。はい、NPC のベンダーにミュータントハウンドのチョップを売る1、達成になります。はい、スコーチを倒す10、達成になります。はい、ミュータントハウンドを倒す3、達成です。ミュータントハウンドのチョップを売るのが先になっちゃってね、昨日ねハウンド狩り結構したんで、そんな感じの順番になりました。はい、バルグ作って分解して、はい、木材を含むジャンク解体する10、達成になります。これにてね、デイリーの方はスペで達成になります。ウィークリーの方もね、パイプガンとか少し倒すと結構手に入ったから、そんな感じでね分解しつつ進めていきましょうって感じですね。今回パートはこんなところで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。